オーストラリアの救助隊が活動した宮城県南三陸町を来日中のギラード首相が訪問し、被災者を激励しました。ギラード首相は23日の正午ごろ、住宅の7割が流された南三陸町に入り、屋上まで津波をかぶった防災対策庁舎などを視察しました。ここで助かったのがたった10人。 It's only 10 people who survived the tsunami from this building. It's miraculous that anyone survived such power and devastation from the tsunami. 海外の首脳として初めて被災地に入ったギラード首相は避難所も訪問し、ぬいぐるみを送って子どもたちを励ましました。カンガルーのぬいぐるみは初めて見たので嬉しかったです。一方、午後に気仙沼市に入り、仮設住宅の建設現場などを回った仙石官房副長官は、プロセスは復旧から復興へ移っているとして次のように述べました。2ヶ月後のこともあるいは6ヶ月後のことも考えながら、フル活動をこれからさらにやっていかなければいかんなと、こういう気持ちですね。